ランジャン TV をご覧の皆さん、こんにちは。ババアバンドの桃色担当、最年少19歳の宇佐です。ヤングジャンプソロでの初表紙の撮影、すべて終了しました。イエーイ。はい、今回初表紙ということで、そして初めてソロでね、話を飾らせていただくことと、沖縄でのロケでもうすごくドキドキと緊張と、でもめちゃくちゃ楽しみで、もう前日も全然寝れなかったんですけど、いざ撮影が始まったらすごく楽しくて、今なぜこんな格好をしてるかっていうのはぜひやんちゃん見てもらいたいんですけど、はい、今日はこういうね、フリフリな格好もしたいと、いろんな、本当にいろんな朝がいっぱい詰まってるヤングジャンプだと思うので、ぜひぜひ皆さん見てほしいです。そして朝が活動しているアイドルグループババアバンビは10月21日に中野サンプラザにてワンマンライブを開催します。イエーイ。はい、バンビ、私たちにとっては過去最大規模のワンマンライブですごく緊張もしてるんですけど、当日は楽しむので、皆さんと一緒に最高に楽しみたいと思うので、ぜひぜひお待ちしてます。バンビの嘘はこういう嘘じゃなくて、ちょっとかっこいい嘘もあったり、かわいい嘘もあるので、いろんな嘘を見に来てください。発売中ヤングジャンプ、ぜひ見てね。バイバイ。沖縄の海に囲まれてる世界、楽しいです。